こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは専門店仕様バターチキンカレーです。中辛です。このカレーは SB 食品さんのいわゆる、業務用カレーといったタイプの、カレーです。業務用カレーには味わいに外れなしと日頃よりそのように思っています。パッケージにはバターの濃厚なコクとトマトの酸味ということで、カレーのタイプはバターチキンカレー。では早速食べてみたいと思います。専門店仕様バターチキンカレー中辛です。業務用カレーといったタイプなので、入っている具材は目立ちません。ではいただきます。もちろんバターチキンカレーということなんでバターの風味が強いのは当たり前なんですけど、しっかりとした、バターの、旨味を感じます。先ほど具材は目立たないということを申し上げたんですけど、小さな、チキンが4つ5つ入っています。業務用専門店仕様ということで味わい深さは感じますが、このカレーは中辛という表示なんですけど、バターのせいかかなり甘く感じます。ごちそうさまでした。このカレーはバターチキンカレーということで、今まで食べたバターチキンカレーの中でも、バターの風味が強いカレーだと思いました。そのせいか、辛さについてはとても甘く、感じました。専門店用業務用カレーということで、やはりその味わい深さをしっかり感じることができましたし、商品のタイプとして具材が、やや物足りなかったのは致し方ないことかもしれませんが、カレーソースについてはとても、なんていうかボリューム感のある、味わいにボリューム感のある、カレーソースだったと思います。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さよなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。